猫が大好き、42歳、チョコバニラボールアライアンチャンネル、略してチョコちゃん、にゃんにゃん。今日はですね、なんかリナが、最近仕事来ねえなと思ったら、なんかスイス行ってました。ということで、スイスにいるリナと、ズームをつないでね、この無断欠勤のね、ちょっと詰めようと、そういう回でございます。はい。じゃあ、おはようございます。おはようございます。なんか無断欠勤してて、何やって、てんのかなと思ったら、なんか、あの、武藤さんはスイスにいるって言ってたんですけど。はい。はい。スイスにいます。何やってるんですか？滑ってます。あ、滑ってます。なんか、練習しに来てんの？練習です。あ、なるほど。スイスの？サースフェイにいます。あ、サースフェイ？サースフェイって、スキー場の名前じゃなくて街の名前なのね。真ん中の一番下とかなんだ。寒いの？そこ。なんか全然寒くないっすよ。全然寒くない。長袖一枚でも行けますよ。あ、そうなんだ。山は寒いの？めっちゃ寒いね。じゃああれだ、すごい標高の高いところ登っていくのね。あ、そうです。3600メートルぐらい。3600メートル。あ、じゃあ富士山の山頂付近で滑っていくことね。あ、そうです、そうです。あ、そういうことね。街をフラフラしてる動画をもらったんだけど、全く雪ないよね。あ、雪ないです。街に雪はないですね。なんか濡れた地面をひたすらクルージングするっていう、あの、そうですね。あの、その日ちょうど雨止んだ後に、街歩いてました。なんか変なさ、パン屋でさ、私の店だよぐらいのなんか雰囲気出しながらこうパン買ってるシーンがあるんだけどさ、パン見ながらこう来いよ来いよみたいなことカメラにやってんだけど、リアンが違うんですよ。なんか撮って、うん、撮ってるじゃないですか。全然話してくれなくて、うん、なんか話してよみたいな。そうなの？一人だけ話してんじゃんみたいな感じのジェスチャーです、それは。あ、そういうこと。マオに撮ってもらってたんですけど、マオが無言でこうやって撮ってるから。ああ、なるほどね。なんか話してよっていうジェスチャーです。これパン屋のおばちゃんがすげえね、不審者を見るような目で見てるわ。これパン1個いくらぐらいすんの？どれぐらいですかね？ 4 ぐらいですか？ 1 フラン115円だ。はあ、で4フランか。はい、やっぱパン460円。いや、高いですね。めっちゃ高いですよ。めちゃくちゃ高いじゃん。で、この中で、こう、一日、何やって生きてんの？いや、今日は特に何もすることないです。何もすることない。後ろに今、なんか変な変態みたいな人が歩いてたんだけど。ガクさんが。なるほど。そうやって裸の男と住んでるわけね、今ね。いつもは、うん。今は滑ってます。ああ。まあ朝から夕方ぐらいまで。そっから結構のんびりしてる感じなの？だからのんびりしてますね。結構スローライフ送ってるんですね。はい。そうそう、さっきのパン屋のおばちゃんさ、マスクしてなかったけどさ、あれ、はい、あ、どうなの？あの、コロナ的なやつ。外はしてないんですけど、うん。スーパーとかは、絶対にしてますね、うん。スーパー入る前にマスクするみたいな。じゃあ続いてはですね、スイスのスキー場について聞こうかな。ゴンドラで、なんかその3600メートルまで一気に登っちゃう？いや、違います。違います。一回ゴンドラに行って、うん。降りて、またゴンドラ乗って、そこから電車乗って着きます。ゴンドラ乗って、電車乗って着くの？はい。立山みたいな感じだ。あ、でも最後の電車、なんかそんな感じです。立山みたいな。そこまで乗り継ぐと、まあもう途中から雪景色に変わるってことね。そうだね。もうじゃあ景色見るとそうだね。確かに、もう木が全くないんだね。森林限界を超えてるとこなんだ。練習の調子はどんな感じですか？結構、こっち来て、ずーっと天気良くなくって。聞こうかな。これはもうあれだね、雪の日ジャンプができないから、今日はレールをやろうって日だね。あ、そうです、そうです。レールが長いね、これ。15メートルあります。あ、15メートルレール。15メートルレールです。割り長いね。抜くだけで結構
長く乗ってんな、乗ってんなって感じだね。最初抜くのに結構時間かかりました。そうだよね。だって奥のダブルダウンがなんかすげえ短いやつに見えるもん。なんかキャブワンイン、フロントワンアウト。あとちょっと目立ったのが、あれを練習してるね。トラジションジャンプを。ああ、はい。いや、なんか、まともに入ったのが、ここ来て初めてなんですけど。ああ、そうなんだ。うん、結構、苦戦します。まあ、むずいよね、これ絶対ね。なんか、あと、ライン取りが最初わかんなくって、結構巻いた方がやりやすいみたいなんですけど、うん、それがちょっと理解できなくて、なんか、めっちゃ縦に入っちゃうみたいな。ああ、なるほどね。落ちるみたいな。つまりパイプ的な角度で突っ込んでった方がいいってことなんでしょう。この壁に対して、ね、パイプよりももっともっと巻いた方がいいらしいです。なんかもうグワーンって。確かにパイプ的に壁に対して正面気味に突っ込んでいくとキッカーのランディング方向に届かない感じになっちゃうのか。ランディングの奥まで飛びたかったら、そうだね、縦に入りたいよね、気持ちとしてはね。そうなんですよ。のに、うん、縦に入るとうまく、うん、危ない、うん、ちょっとよくわかんないなみたいな。まあでもこれ形だけ見るとナックルに落ちても別にそんなにダメージは食らわないのか。あ、全然食らわないです。うん、でナックル落ちてもその後キッカーも飛べるし、うん、キッカーだってめっちゃ切ってたでしょさ。なんかでも、うん、やばいんですよ、どれだけ切っても飛んでくなんか2連で B9 からスイッチ B9 に繋いでるやつあるでしょ。逆か、スイッチ B9 から B9 か。いいね、あれは、うん、あれはまたメインの隣のちっちゃい方です、もっと。あ、これちっちゃいやつなのね。あ、それちっちゃい方です。じゃあメインのライン、レーンの方の2発が結構でかい。そう、いやでもそんなにでかくないじゃないですか。18とかですかね。まあ、ちょうど練習にいいっていうにはちょっとあのこれを見てる視聴者の人がちょっとえってなるけど、まあ練習にいいサイズってことですね。めちゃめちゃいいサイズです。で、今練習してるの何すか？技ですか？こっち切っての目標はフロント10と、で、次がスイッチバック9。うん、あとはキャブ9。昨日キャブ9で思いっきりテーブル落ちたんですよ。どんだけ切っても飛びすぎるキッカーなのにキャブ9でテーブルに落ちたの。その動画見ます？あ、見る。おすごい、なんかものすごい運よく足から帰ってきてるのね。これが15ぐらいのキッカーってこと？そうですね。普通に考えたら15メートルのキッカーでこういう状態で落下はしたくない、間違いなく。確かにインスタで外人のやつとかも見てると結構ここで滑ってるっぽいけど、なんかみんな集まってる的な感じなの？じゃあ女子でちょっと有名なのとか誰いんの今。女子で有名なのはもうジェイミーもいますし、アンナガスさんもいますし。そういう人いるの、ね、うん、もうみんないます本当に。なんかもうすでに攻めてるやつとかいる？女子なのにダブルなんとかとかやりまくってるやつとか。やってますよ、みんなやってますよ全然。あ、みんなやってる。あ、そう、みんなやってんの。そういうのをじゃあ見てですよ。今こう自分が滑ってて調子いいなっていう部分、ちょっとどの辺ですか、教えてください。なんか調子いいなって思うのは、そのキッカー飛び始めて初日にフロント10の練習はできたんですよ。着地はできなかったんですけど。気合入ってんね、あんたも。で、いつまでいるの？16帰国です。じゃあ、あと3日間。でもこっち16に帰国か。そうですね。出るのが15なんですね。ああ、そうそう。明日、明後日ぐらいにはもう出国するってことね。帰ってきたらどうすんの？ 2 週間隔離ですね。コロナのある。え、それはどこに隔離されるの？なんか。あ、でも家で。家らしいです。あ、家で。なるほど。家には帰ってきて、で、延々と猫と戯れてるだけの。ああ、そうです。で、それで、あ、そう、2週間過ごして、次にうちに出勤するのは11月ってことか。そうなります。あ、そうだね。わかりました。じゃあちょっと残りは怪我に気をつけて楽しんでやってってください。はい。はい。
以上、本日は吉川里奈さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。